にちは、ヒコウエモンです。メラミンスポンジを100均で買って水槽の中から拭くととても綺麗になります。プレコも頑張ってくれてはいますけど、メラミンスポンジには勝てないですね。呼吸をするバジェットガエルです。夜お家から出てきてたんでちょっと撮ってみました。たまにはこうやって昼間でも出てきてくれたらいいんですけどね。お家へ帰っていきました。ホタテを揚げてみました。これはもう食べた後ですね。口からちょっと出てますけど、ソイルの上に置いといたら魚がつついてそこへバクッと行きましたね。飲み込む時に目をつむるみたいなんですよね。そこが可愛い。今飲み込みましたね。
動給水域の中にグッピーの稚魚が入ってました。後で見たらいなくなってました。石をきれいにしてくれてますね。餌をあげるのが大変です。いつも隠れてるんで、こうやって手をつつくとたまにバクッと来てくれるんですけど、今日は心なしか顔が黄色いような気がします。なかなか食べてくれないのでお家の中に入れてみました。それに反応してます。頭をぶつけただけでした。上から落とすとよく反応してくれます。もしくはこうやって口の前でスリスリすると食べてくれます。もう食べてくれません。1週間出張で留守にするので、なるべく食べてほしいところなんですけどね。プレコはコケだけじゃなくてこういう餌もちゃんと食べてくれるんですね。頼もしいですね。そこに落ちた残った餌なんかをしっかり掃除してほしいです。
水質チェックですね。亜硝酸塩と硝酸塩っていうのがあって、亜硝酸塩が多いとまずいようです。たまには触ってあげましょう。嫌がってますね。水替えの方法はまだ試行錯誤中なんですけど、プロホースっていうのを使ってみたかったので、ちょっと高いところに水槽を置いてみました。前は床に置いてたので、灯油ポンプみたいなもので、水替えをしていました。これは遊んでいるわけじゃなくて、なんか掘りたいんですね、穴を。この後1週間留守にするので、元気でいてくれよって感じですね。